どうもこんにちは、新米クッキングのひかです。はい、今回の料理は旬のナスを使った料理を作っていきたいと思います。ナス料理はうまいですよね。天ぷらに揚げまして天つゆでつけるともうなおさらうまいですよね。もうこれでいいかなと思うぐらい。でもいつもと違う料理を作ってみたいので、クラシアルの方でナスのかば焼きを見つけましたので、こちらの料理を作ってみたいと思います。では調理開始です。行ってみましょう。はい、材料の紹介をしたいと思います。ナスが2本、ナス2本ですね。そしてひき肉、大葉、刻み海苔ですね。まず最初にナスを皮を剥いていきたいと思います。半分に切りまして、切るんじゃなかった、切りまして皮を剥いていきます。全部ですね。こんな感じです。切っちゃいましたけどね、まあいいんですけどね。ここから半分に切ります。こんな感じですね。よし、これをこちらのナスをレンジで600ワット3分でやりたいと思います。レンジにかけたいと思います。600ワットで3分加熱しました。こちらがこれです。今から切っていきたいと思います。広げるようにですね。熱いわ。こういった感じで広げるように切ってバットに乗っけておきましょう。で、こんな感じですね。広げてこんな感じになります。そしてちょっとアレンジしたいと思います。こちらに 100g のひき肉がありますから、これに塩コショウをして、塩コショウしてから、ひき肉と大葉をアレンジです。これやったらうまくなるんじゃないかなと思って入れたいと思います。ちょっとクラッシュル作ってるものとはちょっと別物になりますけど、準備を整えました。次は焼いていきたいと思います。まずはみりん大さじ2、大さじ2入れてからの、酒大さじ2、砂糖も大さじ2、醤油も大さじ2です。先ほどの切ったナスを入れていきます。
味が染みるまで煮詰めたいと思います。中まで染み込んだようなので、さらに移していきます。ですね、はい、余った汁がありますので、それでひき肉を炒めていきたいと思います。炒めたら、さらに移します。こんな感じです。と、こんな感じです。と。こちらをパラパラという形ですね。はい、はい、盛り付けでいきたいと思います。まず最初に刻み海苔を入れます。お好みで、自分はいっぱい入れた方が好きなのでいっぱい入れます。こう入れるかな、ちょっと多かったかな。うわうわ、続きましてひき肉ですね。少し 50g、 ナスは食べやすい大きさにカットしたやつをのっけてください。一口大ですね。最後に大葉をちらりと、ちょっと海苔と大葉緑緑でかぶってますけど、まあこんな感じで完成ですね。はい、いかがでしょうか。はい、実食といきたいと思います。うまっ、うん、うまい。うん、これならいくらでも食えそうですね。甘くて、うん、うまいわ。大葉と一緒で、うん、うまい、うまいしか言ってないですね。こんな感じですね。わっとこんだけですね。完食までもうちょいです。甘くて、なさら嫌いの人にも、これ結構いけると思いますよ。はい。大葉がいい、いい感じです。いい感じですね。うん。完食です。
ごちそうさまでした。はい、今回の夏のかば焼きはいかがだったでしょうか。大葉との相性が抜群でした。皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。はい、動画は以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。